はいいつもありがとうございます。はい、えー、TK さんからご依頼です。はい、ダイナスティ。ね、はい、えー、今日はこのダイナスティはお一つだと思います。はいあのパーソナルね、ありがとうございます。はいドライバー当たるといいですね。ということで、ね。よいしょ。はいじゃあ1個ね、開けます。さあどうでしょう。スポンジ上に張り付いてないように <laughs>。 どうだあ、大丈夫、大丈夫。はい。ドライバー狙いっていうことでね。はい。さあ、どうでしょうか。いきます。もう一気にいっちゃいますかね。はい。せーの。おお、ジョージ・ラッセルじゃないですか。おお彼はね、あのー、まだ全然若手なんですけど、店長は結構いいんじゃないかなと思います。はい。ね。まだあのテストドライバー時代の時から、まあ、ちょこちょこ、こう、気にはしてたんですけど。 やっぱ去年のね、あのハミルトン大役で出て、ファーストストラップを叩き出すっていう。で、ウィリアムズがあさって戻すっていう。ね。で、今年、ね、もう第一ドライバーですから。なくはないですよ。これからですよ、彼は。本当に。ね。お、いいっすね。ジョージ・ラッセルだね。かっこいいしね。うん。完成の顔だし。 人気も出るんじゃないですかね彼ね、うん、まあインマシン乗りゃタイム出せるよっていう <laughs> 本当は言いたいのかもしれないですけどね、うん、はい,いやその辺礼を見せたんですよねそのた,たった1レースでファーストレストラップをそれ叩き出すっていうねいやー今年はもうウィリアムズで彼来るんじゃないかなねそんな気がします もう第一戦が楽しみですからに関しては、ねはい。レースは見てないんですけどね。<laughs> そういう情報だけは、はい、ちょこちょこ入れてます。はい。っていうことでね。いや、これは、うん、いいと思いますよ。これからの選手ですから。しかも2020年のカードはこのダイナスティーだけですから。からこれが RC になるわけですよ。要はラッセルス、ね、さんに関しては。はい。ということでね。 いいですね、はい <laughs> はい、じゃあ、えー、こちらでねあの梱包して明日発送いたしますこうやってねちゃんとねはい送りますんではいありがとうございました。